愛子様にとって同世代で同性で近い立場で他愛のない話ができ唯一頼ることができるそれが過去様なんですと非常に心強くかけがえのない存在なのですとそう語られているのが宮内庁の関係者の方々なんですねだからあの愛子様にとってね過さ様というのは非常に強い存在であるとそして また、お姉さんのようなね、存在でもあるということなんでしょうかね。でいろいろと興味のあることとか、まあ質問されたりとかもね、されているそうですよで。例えば、まあ、どこのコスメを使われているのですかといったね、そんな相談も受けるというお話なんですよね。まあ、ガールズトーク的なね、そんな感じですけどもね。まあ、そんな愛子さまの講師にわたる盛況な活躍ぶり。その一方で、ご心労を心配する声が、まあ、いろいろとね、上がっているところです。 内心王という立場にある愛子様の不安や悩みは一般の人には想像もできないものでしょう。だが愛子様には同じ内心王であります過さ様という心の拠り所があるのです。新社会人として生活を始められてから間もなく2ヶ月、日本赤十字社に入社されました愛子様は、配属された青少年ボランティア課の業務の傍ら受けられていた 新入社員研修をまもなく終了されると言われてるんですね。そして一緒に研修を受けた同期社員とは分け隔てなくコミュニケーションを取られていて、 上司や先輩はもちろん、オフィスの警備員などにも明るくご自分からご挨拶をされているとお聞きしております。周囲からの評判はすこぶる良、まあ、くて、そしてほぼ毎日出社されていて、一度だけ遅刻されてしまった際には、すみませんでしたと、まあ、恐縮しながらデスクに疲れるというね、一般のね、新入社員な感じがいたしますよね。でまた、学業優先の 方針を貫かれました大学生活とは打って変わってですね、アクティブな毎日を過ごされる彩子様は、5月11日に初の単独公務として、源氏物語にまつわる展覧会をご覧になった。そして、その一方で、4月の末には、プライベートで学習院初等科時代の同級生で、去年亡くなったチェリストの追悼コンサートに、退勤後に足を運ぶなど、多忙を極められていると。 そして、愛子さまは今、オーバーワークではないかと、周りが気をもんでいるぐらいだと言われてるんですね。でご本人は、学生時代とは異なる毎日を刺激的に感じていらっしゃるとは思いますが、新しい環境には慣れないことも多く、知らず知らずのうちにストレスを溜められているかもしれません。ご無理を重ねて、5月病になられはしないかという心配の声も聞こえてきますと。 こちらもね、区内庁の方で心配の声が上がっているということなんですけど、まさすがに愛子様に限ってっていう言い方もね、あれですけども、誤発病はないんじゃないかなと思いますよね。誤発病ってやはり、なんか気持ちの弱い方がなるんじゃないかなと思うんですよね。ちょっとこんなはずじゃなかったとかね、そうやってちょっとネガティブに考えがちな方。でもそれに限ってはやはり愛子さまはね、もうポジティブでこう前向きで、 ねえ本当に素晴らしい方だなと思っておりますのでこれにはかかんないんじゃないかなと思いますけどもね、まあ、そんな中愛子さまに束の間の癒しをもたらされているのがなんとお姉さまの存在だということなんですよ。会の待ち時間にガーールズトークなんてねそんなお話もありました今現在の皇室においてなんですが天皇陛下の子供時代にあたるのは愛子さまと秋篠宮家の佳子さまと悠仁さまの3名のみだと。 一人っ子だったということもあって、愛子さまは、加古さまを幼い頃から慕われてきました。今年4月、愛子さまにとって初めての園遊会では、三列車とのご勘談を待つ間に、愛子さまと加古さまは笑顔でガールズトークを交わされていました。加古さまが近くにいたことで、愛子さまも緊張も和らいだと思われますと。 そんなね、感じだったようですよ。まあ、幼い頃からね、佳子様と一緒に、お、慕われてきたということでね。またですね、まあ、2022年ですけれども、11月に行われました、ガラク演奏会。こちらでは、姉妹と見間違うほどの息の合った様子もあったということなんですよ。で、愛子様と加古様は、お二人でお出ましになられました。愛子様は白加古様は赤を基調としたお召し物でした。事前にどのような洋服を着るか打ち合わせをされていたのでしょう。 美しい紅白のコントラストでしたと。そして、まあ、現在、愛子様は皇居に、加去様は赤坂御用地にお住まいです。気軽に顔を合わせられるわけではないと。まあ、距離はありますが、今は SNS で簡単にやり取りができるので、頻繁に若者同士らしいコミュニケーションを取られているようです。時には、加去様が愛子様のお出ましの様子を報道でご覧になり、 とても可愛く映ってましたよ、などと感想を送られることもあるそうですと。なかなか微笑ましい感じがね、いたしますよね。で、また5月25日からですけども、加古様は日本との外交関係、樹立から125年となります、ギリシャを公式訪問されていましたよね。そして出発の時、羽田空港ではフレッシュな印象のコーラルピンクのスーツをお召し、そしてまたギリシャ到着後、視察先の パルテノン神殿では、えー、ブルーのトップスに白のワイドパンツというギリシャカラーのコーディネートをされていました佳子さまは海外の雑誌などを参考に独自にファッションやメイクを研究されていると言いますだからこその美しすぎるプリンセスなどでしょうと愛子さまはそんな佳子さまを参考にされているということで日頃はプチプラコスメを取り入れられているという愛子さまですが どこのコスメを使われているのですかなどと佳子さまに真剣相談されることもあるというんですねそして日頃ご多忙だからこそ佳子さまとそういったやり取りが数少ないリラックスタイムになっているようですと、まあ、女の子にとってはねそういうお話し相手というのはね非常に楽しい存在だと言われてますけどもね愛子様も例外ではないということのようですよねでまた今回のギリシャ訪問についても愛子さまは佳子さまの話をお聞きになりたいとお考えでしょう,そして内心王という お立場ででののの今後の海外訪問の参考にされるためですご両親から海外訪問についてのお話を聞かれてはいるでしょうが天皇皇后として海外に行くのと内親王として行くのでは勝手が違うのです。 より実践的なアドバイスは、過去様だからこそできることでしょうと。まあ、そうですよね。まあ、柄もほぼ同じでね、女性皇族ということで、まあ、やることが結構似通ってくるということになるんでしょうね。まあ、愛子様にとってはね、過去様の存在は非常に心強い存在だということなんですよね。まあ、それに対して過去様もですね、非常に喜んでいて、愛子様の役に立とうと考えられていると。 そして、佳子さまは今、女性皇族としての自覚をより一層強くされていて、この春、絢子様のご就職の陰で、佳子さまも全日本老和連盟の非常勤嘱託職員として契約を更新されたということなんですね。絢子さまがね、就職したということで、それに触発されたんでしょうかね。で、かねて佳子さまは、できるだけ早くご結婚し、皇室を出たいというお気持ちを強く抱かれていました。 しかし、姉の眞子さんの結婚にまつわる騒動、その後、渡米した眞子さんの夫婦の決して順風満帆ではないご様子に、そのお気持ちも薄れていると言われています。佳子さまは今、皇族という立場で、できることに集中しようとされているようですと。 そそうううななんんでですすかねねねやはりののよよに見えるる、ね、ご苦労されてるなってっいうのが、ね、だから皇族の中にいればねいろいろとあの縛りはあると思いますけども、まあ、お金の面ではね、まあ、ほとんど苦労しないで済むということもありますしねあのお食事だってきっとね作ってくれる方がいらっしゃるでしょうしねだから何の心配もないということなのでだったら、まあ、皇室にいてまつわる仕事をね じゅんぐりとこなしていけば、まあ、それなりな生活ができているということなんでしょうかね。確かに、ま子さまとね、小室さんの姿を見ていると、いやー、ちょっとなーって思っちゃいますよね。でそこで、まあ、愛子さまと佳子さまの結婚後のお立場をめぐっては、まあ、不透明な状況が続いているということなんですよね。で、そして冒頭でお話ししましたように、愛子様にとっての同世代で、同性で、 近い立場で他愛のない話ができて、唯一頼ることができる過去様は、非常に心強い、かけがえのない存在だと。 言われてるわけですよね。なるほどですね。まあ、そこでまあ二人の絆はね、より一層深まっていくんではないかというねお話になっておりましたよ。まあ、これはね、確かにそうかなとは思いますけどもね、まあでも世間一般論からするとあの加古様に対してはね、かなり当たりが強いなという感じがしますけどもね、なんでだろうなと思うんですけども、まあ、それは秋、ま、篠、あ、宮家の一族だからということになってしまうんですけどもね、でも加古様個人としてはそんなに悪くはないんじゃないかなとは思うん。 んですけどもね、あの風評被害的なものもね、中にはあると思うんですよね。まあいろいろとね、マキシドミ様、そして気候様、その流れはその上の上皇上古古時代から。 いいろろありましたからね、まあ、そういういのがが受け継がれてきてきそして何よりも眞子さまがね小室圭さんと結婚されましてで小室圭一族と、まあ、親戚になるぐらいだったらということで、まあ、加古様のお相手が島津家というお名前も出てきましたけども,もうそこもあまりいい返事をくれないというようなねお話もありましたけどもね3年で仕方がないなと僕的にはね思うんですけどもね。でそこで、まあ、先日加古様はギリシャ訪問からの帰国を天皇陛下にご報告 されたということで、えー、皇后様や愛子様もそこに同席されていたということなんですよね、まあ、相変わらずあの車に乗って皆さんにねお手振りをされている時には加古様スマイルがねすごいなという感じがしましたけどもねでその最近の加古様のこのスマイルがね、まあ、非常にもう100点満点のスマイルをされていると まあね、あのスマイルの専門家の方がいらっしゃって、すごい褒めていらっしゃいましたよね。その方がおっしゃるには、まあ、口を開いて、あの下の歯が見えないで上の歯だけ見せてる笑顔というのが非常にいいと言われてるんですよね。少し前だと下の歯も見えてて、その無邪気さが表現されていて。 良かったんですけどもやはりまあ年とともにね、まあ、そのようになってくると、まあ、上品な感じがするという感じがねおっしゃってましたけれども確かにあそんな感じがするなとねまあきっと練習されてるんだろうなというふうにもねおっしゃってましたよでそこでまたギリシャ公式訪問しそして無事に帰国したことを天皇陛下に報告されてそして皇后さま天皇陛下並びに綾子さまも同席されていて。 まあ、無事に帰ってきましたと。とまあ、報告したということでしたけどもね。この日本とギリシャがまあ、外交関係を樹立して125周年ということになっていて、まあ、その代表として佳子様がまあ、現地の方にね。行かれてえ、様々な式典に出席されて積極的に交流をされたということでしたね。もうちょこっとした動画みたいなのが上がってて、まあ、これを見る限り。ではねまあ、一生懸命やられてるなと。 いう感じがねいたしますよ。よまあ、笑みを絶やさないというところ。ではね。これはね非常にいいなと思うんですけどもね。まあ、その笑みが気に入らないという方も中にはいらっしゃるようですけどもね。いや僕は好きですけどもね。どうなんでしょうか？はいというわけでですね。今回は佳子様と愛子さまのま、本当の関係というのがね、まあ、非常に温かい感じがいたしました。けどもね。皆様はどう思われたでしょうか？僕はね、非常にいいなと思ったんですけどもね。 はい。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。